はい、クレイジーボムのブラックバスですね。はい、BB ですね。クレイジーボムの BB の紹介です。えー、と今回あの、一番の最大の、えー、と違いはですね、えーと、ブラシガードをつけました。はい、かなり,やっぱりリクエストをいろいろいただいて、えーと、やはりブラシガードがついてないと、えー、とブッシュの中とか、そういうところが攻められないというので、はい 今回はブラシガードをつけた仕様で、えー、と今ちょっといろいろテストしていますで、えー、とフックの方もかなり太軸にして、えー、と大きめのフックにしましたでヘッドなんですけど、えー、とすり抜けがいいように、えー、とジグヘッドの形もですねこういうはい 形ににしして掛かりがななるべくしないようにボトムを攻めた時もですも、ね、寝掛かりしないようにで、スイミングもきれいに泳ぐようにこのジグヘッドを、えー、選択しましたで、またこれ見てもらえば分かるんですけど、キラキラ,キラ素材ですね、はいで、同色のファーでもこのキラキラ素材がついているとついていないんじゃかなりこのついている方があの魚の反応が良かったんで今、6色ぐらい試してるんですけど全部にこのキラキラをつけることにしました。まあ 多分水の中ではこれがかなりこう、えー、と光って反射していると思います。これはブラックとかダークブラウンなんですけどやはりそのキラキラ素材の,その同系色のキラキラ素材を、はい、つけています。はい、これはまあ赤ですね。ここれなんんかかすすごいるんですよね。はい、であととの他にケイムラとか色々今 えーと作っててテストしています、まあえーと。これは一応1 8分の1オンスで、えー、と約3 5ムぐらいあるんですけど、えー、と一応おーこの間ご紹介したワイヤーガードの方は、えー、と16分の1なのであれだとちょっとこのブラシガードだと、えー、ちょっと。 ガードがきつすぎて腹筋がちょっと悪かったりするので、えっ、ー、と、軽い方の16分の1はワイヤーガードのままいこうと思っています。はい。で、これが8分の1で、これ以上重いのは全部ブラシガードで、えー、とやっていこうかなと思っています。